も動画をご覧いただきありがとうございます。トレーナーの土屋彩子です。体をね、柔らかくするために、いろんな動画を見て動きを真似てる人がいると思うんですけれども、もう開脚やら前屈やら股関節周りの柔軟性やら、まあ、あらゆるこうエクササイズだったり柔らかくなる柔軟方法ってこう検索するとたくさん出てきますよね。で、見て真似してやってみる、聞かない、見て真似してやってみる、聞かない、聞かないからこうブーイングマークつけたりとか、聞きませんでしたとかコメント入れてる人もいると思うんですけれども、柔らかくなる、動画を見て真似て本当に柔らかくなる人っているんです。います。で、まあ、そういう人は、まあ、センスがいいというか真似ることが上手な人だとは思うんですけれども、そういう、ね、動画の通りにやってるのに全然変化がないっていう人は、気づいてない部分があります。その動画の通りに自分が動けているつもりになってる人っていうのがいます。要はできてるつもりってことですね。あの動画と同じようにやってるのに全然効かないじゃん、同じようにやってるのにって言ってるんですけど、プロから見たらそれ全然違う動きだよっていうのは結構ザラにあります。まあ、だから本当に体の動きを柔らかくしたかったり、体を変えたいなら専門のプロのレッスンに行くべきなんですけれども、まあ、これだけ無料の情報がね、簡単に検索できて見れる世の中なので、なんとか自力で体を変えたい、柔らかくしたいっていう人が多いと思うんですよ。で、特に、正しく動けてるかどうかを知るために、自分の動きを動画に撮ってチェックするっていうことをおすすめします。DVD でもこうやって動画を検索してそのエクササイズを真似ている人でもいいんですけれども、その先生の通りに、その指導者の方の通りにちゃんと自分が動けているかどうか、ちゃんとその動きの精度が高いかどうかです。正確性が高いかどうかです。似ているようで、ざっくりと動きが似ているようで動いてない部分があったりとかあるんですよ。で、プロっていうのは あそこが動いてない、ここが動いてない、これが違うっていうのはすぐ分かるので、修正してあげたりとかってするんですけど、自分の動きってリアルタイムで何が違うかってことに気づけなかったりするので、自分の動きを俯瞰してみるために、もしくは、その指導者の動き、見つけた動画の動きと自分の動きを比較して何が違うかっていうところを探した方がいいと思います。で、そこに気づけるといきなり体が変わったりすることがあります。あれ？なんかピンポン来ちゃいました。ということで、自分の動きを動画に撮ってチェックしてみるっていうことをしてみてください。今回は以上です。